くそ、あれ使おうかな。1日120円。こんにちは、本日は2024年の6月の8日土曜日、ここは三重県四日市市、四日市駅でございます。こんな感じでね、はい、四日市駅ちっさめだったな。ちょっと綺麗になったような気もしなくはないよな。うん、変わんないよな。夜に行ってたから記憶にないな。3年くらい前、僕がいつも行く四日市駅はこの先の近鉄四日市駅です。三重県民が指す四日市駅は全部向こうですからね。はい、そんな感じでしぐれ浮いでいるみたいな四日市なんですけど、何しに来たんって話なんですけど、映画見に来ました。今日はこんな切符使ってて、なんか知らないけど王子って駅があって、奈良県にそこは通ってるけど奈良は通らんのかな。で亀山も通らなくて試しに行って、で四日市も無理だろうなと思って四日市も通らなかった、といった感じでございます。天王寺と王子は通ったんだよね。こんな感じで、近鉄の四日市のすぐ近くにあるね、109で映画を見るんで、せっかく歩いてる動画を撮ります。まあ、実はそんな時間ないんですけれども、推しの子のね、あれ中継のやつ見に行ってます。そう、昨日ね推しの子ね見に行ってなくて、ぼっちザロコしか見に行ってなくて、ちょっといろいろあったんですよ。で、まあ、帰ってからね、実家に帰っていろいろあるんで、ぼっちザロコは見えないとかといった感じでね、今日は旅先でね、大きく発表しました。四日市駅まで23分ぐらいですか、わかんないですけど、あ、近鉄四日市駅までね、画角が25分くらいかな、なんかそんなんだったような気がします。離れてるんですよね、利用者もね。やっぱ近鉄の方がここはね多いんですよ。ただね、去年ね近鉄の運賃が 20% 跳ね上がったんで、大体ね、だからもしかしたら利用者が変わったかもしれないですね。この辺にはちゃんとマンションとか建ってるから、近鉄は利用してたけどこっちの方が近いし安くなったからっていう理由で変わった人もいるかもしれないですね。四日市駅はね JR ね、今度は始発駅でもあるんですよ。近鉄は基本始発駅ではないので、まあそんな感じでちょっと詳しくはないですけど、どんなんなんのかなっていう風に思っています。待て、この道どうなったのえ、どうなったのこの道もあんのか、おかしくてえ、これ何、これ何、すごいね。そろそろあると思ったけど、なくなったのかな、もっと奥かな。あ、近鉄も百貨店が見えましたね。三重県にある近鉄百貨店ってあれだけなんじゃない。名張市にあったやつって潰れたでしょ確か。そんな感じで、あー、なんか工事してますね。この辺だったと思ったけどな、四日市スクランブル交差点もうマジであるんですよ、でっかいのが。あれ？なくなったわ。昔あったんだけどな、多分そこだと思うんだけどな。何やったの、まあ、いいけどね別に、どうでも20何分かかると思ってたけど、知らんがって四日市駅まで27何分かかんのか。109だけだわ、かかるのか。それはそうか、近鉄四日市の奥やからこれでも5分くらいしかかかんないと思う。何を見て Google マップはそう言ったんだろうね。まあいいけどですね。まいやまいやまいやまい。ということでね、中間地点に立っているのが四日市市役所でございます。どちらかといえば近鉄寄りのような気もするけどね。まあいいけど別に。まあ変わらんか。まあまあまあ。どうでもいいわ。こんな感じで。四日市市役所でーす。いやー。まあ、もちろんこんなとこ来たことはないですけどね、横を通ったことがあるんですが、でなんかね、昔そうだ、コロナの時だったかな、なんとなく夜来て、まあ、近鉄百貨店閉まってるんですよ。近鉄百貨店閉まってるの何してるかっていうと、その前でみんながなんかダンスじゃなくてヨガみたいなことしてるんですよ。6階1こうわーって思いながらね、ちょっと何も見なかったぜと思った感じだ。みんながだって閉まった四日市百貨店のさ、扉の前で変なことやってんの怖いなって、びっくりしちゃった。え、何してんのって、これマジの話だからね、マジでびっくりしたもん、あの子。そんな感じでもう月がりに近づいてきましたね。わかるかな、四日市ションベン構造って。あれは
そうだね、ずっとある昔から献血のこの前から、前の自分なんでなんか知らないけど、あ、分かったかな、アーバンライナーが入選してました。あ、あれは難波から来たやつかな、多分そうかな。まあ一応見せとこよ。一個商店街があって、でまたそこのところね、駅前の商店街があります。あ、そんなね、近鉄四日市駅でかいわけじゃないけど、もう三重県の限界がこれなのよ。ついもね、駅ビルはあるけど、近鉄百貨店ほどじゃないね、ここの。正直三重県は、まあ、どれもちょっと規模が小さいですね。ノリレスで、ノリレス等々で一番規模が大きいのは多分、桑名かな。近鉄、JR、元近鉄が残り2つ、ちょっと駅変えて1箇所なんですよ。養老鉄道があって、ちょっと歩いて西桑名駅に、三岐鉄道国勢線っていうのがあります。はい、そしてこちらもう2つ目の商店街でございます。難しいね。こっちもあれなのか、こっちもあれなのか、ちょっと一緒の商店街なんじゃないかなと勝手に思ってるんですけど、どうなんだろう。まあ、そんな感じで、駅前の商店街来て、まあ、あの近鉄の百貨店の支度くぐって、僕はあの109行かないといけないんで、ちょっとだけ撮りますかな、これも。ということで、四日市駅、本物の四日市駅か、これが。まあ偽物とかないんだけど、まあ三重県宮四日市駅って言ったらここを指します。こんな感じで、じゃあ支度くぐると、まあ大したものではないんですけれども、ここ一歩登った2階側の駅の改札口があると思います。あ、そこから登ってっか、普通にエスカレーターがあるんで、あ、こっちにもあったわ。いや、どっかあった、あ、こっから入ってくるけどね。そうそう、昔ここ、ここかな、急になんかヨガやっててさ、何してんのってびっくりしちゃった。というか僕、これ通り抜けていかないといけないんじゃないか、よく考えたら。アピタに行かないといけないから。はぁ、いつも近鉄で来るから、わざわざこんなことしないからね。しくじった。まあいいや、一旦ちょっとそっちのロータリー見るか。特に意味はないんだけどね、こっちは三重交通の管轄ですね。まあ、管轄っていうか、島というか、そんなんですね。マジでこれと言ってみるものはないかなと思います。で、まぁ、あ、こっからもあの、バスとの接続ですわな。できるんで、はい、多分改札使わないと出られないよね、向こうかは。もういいや、ここから歩いていこうかな。ということで、近鉄の改札の前まで来ました。まあ、こっちが発展してる方っていうか、百貨店にしっかりつながる方ですね。まあ、そのまんま行こうかなと思ったんですけど、まだ時間があるんで、まあ、せっかくなので百貨店の下を通ってですね、普通にこっちまで来ました。さっき言ったのはね、ここの反対側の改札を降りたところだったんで、まあこんな感じでございます。昔連絡切符って普通に買えたと思ったけど、今買えるのかな。連絡切符っていうのは、あの名鉄っていうのが名古屋から出てて、名鉄は名古屋まで行けて、あのこの辺はですね、あれなんですよ、空港がないんで名古屋まで行かないといけないですよね、少なくとも。あ、少なくともでもないか、まあ、三重県から空港に行くのは愛知県を絶対使うことが多いんで、基本的にね、まあ、大阪に行ってもいいんですけど、その場合ですね、空港までの、まあ、接続切符みたいな、そういうのがあったんですよ。ちょっと今は分かんないな。まあ、そんな感じで一応映しました。映画館行きまーす。まあ一応ここもメインストリートみたいなとこ撮っとくか。三重県といえば、キング観光のパチンコですわな。知らんけど。まあ、あの、多分皆さんの方が知ってると思いますわ、パチンコに関しては。ということで、この通りをまっすぐ行ったアピタにですね、最近ドン・キホーテも追加されて、どっちかどっちか分かんないユニ系列のお店にですね行って、そこに一緒に109併設されてるんで、映画を見に行こうかなと思います。これが近鉄の高架ですね。これもそうやけど、あー眩しい。あ、でもこんな感じで駅と駅の移動は終わりましたわ。
あれですね、あそこに用事があります。この辺の動画撮っててもう分かるかもしれないですけど、全然雰囲気違うでしょ。まあ、こんな感じでございますわ。もう特に、ね、話すことないんで、アニメとこの中になりました。とりあえずもう撮るものは撮れたんで、まあ、動画はこの辺で以上になるかなと思うんですけれども、三重県のことなんてどうでもいいよって方ばっかだとは思うんですけれども、とりあえずね、鉄道の感じでは有名な三重県の町事情、駅と駅の町事情みたいなのをねちょっと撮らせていただきました。そんな感じで動画は以上になります。映画見て戻ってきたんですけど、ダメだったな。まああれもうダメだわ。いやー、あこの音で出発してった。